はい、今日は浅川競技場です。じゃあリラックスペース、無理しないでね。今日はリラックスだよ。行きますよ。はい、はい、11月19日の1マイルレース以降初めてペースをちょっと上げる練習です。ちょっとハムストリングの、筋膜炎になってしまいまして、ちょっと離脱をしてしまいました。今日から1週間ぐらい前からジョックをちょっと始められるようになって、今日から、ポイント練習の復帰です。今日はまあ3分30から25で1万メートルのペース走ということです。まあ、3分半で、工藤選手が一緒に行きますので、マーガレットが上げたかったら工藤選手にペースアッププリーズという形で設定になっています。はい、この一周81、82、83。マガレット選手はあと来週ハーフマラソン山陽女子ロード招待選手で走ります。1週間でハーフマラソンをとりあえず完走できる力をつけたいと思います。まあ、3分20秒ぐらいで完走できたらいいなというところです。田中龍生選手がいます。新天元工業。はい、ここ84ね。
はい、1600m。2000か。84。次に2000。はい、2000m。はい、84。はい、ナイスペースアップね。無理しないでね、リラックスリラックス。あ、80。わけですけど心配なく走れそうです。あとは体力の問題ですね。ハーフマラソン持つかどうか。ハーフが終わったら一回ケニアに帰って、今度は大阪ハーフマラソンのペースメーカーに備える予定です。その後はまたケニアに戻って、オリンピックに目指して、スピード練習にしっかり集中していきます。もうすでにオリンピックの標準タイム切ってますので、ターゲットナンバーは関係なくなります。あとはケニア選手権で、3倍以内に入れるかどうかっていうのがマーガレットの当面の課題になります。ケニア選手権は来年の6月に開催されます。十分に狙えるレベルにあるかなと思います。あれ、ユキから連絡来た？あ、もしかしたら LINE お互い繋がってない可能性もあるから、ユキにちょっと LINE していてみて、あのマラソンのやつで。あれ、ユキがチケット買うんで、チケット買ってもらって、そのまま一回実家に残るでしょ。
なんで買ってもらっといて帰りのチケットは一回換金して変更するからにした方がいいと思う。はい。なんでそのユキが全部チケット買いで一回縦払いやってやるので、はいっていう感じです。ラスト一周。終わったか。あ、終わったのか。79。トータル何秒だった。34分半ぐらいか。はい。ラスト2000が3分20。あとでラップ送っといて。はい、お願いします。お疲れ様。マガトどうだった。大丈夫。ハーフ大丈夫そう。はい、よかった。